いい天気の朝でした。オーデンセを出発してユトランド半島に渡ろうということなんです。まず向かったのは、デンマーク第二の都市オーフスという町なんですね。ここの町では音楽や絵画なんかの芸術のフェスティバルがあって有名なんだそうです。ちょうど私が行った時そのフェスティバルがあってですね、道路は通行止めであるやら何やら人手が多いやらで、とても、まあ賑やかで良かったんですけれども、街の写真ご覧ください。この日は土曜日で、子供たちを連れた方がですね、たくさん来ておられましたね。それと何と言うんですか、このペイントですね、スプレーで描くこのペイントも公園の中にたくさんありました。この今描いているこの方はスペインのバルセロナから来たとおっしゃってました。そして20人ぐらいの人がですね、ここに来て、それもいろんな国から来てるんです、だそうです。ブラジルから来てる人もいるんだそうですね。そして今一緒にこの写真に写ってる女性はですね、グリーンランドに住まいしてるんですが、大学がこの町にあって来てるんだそうです。